こんにちは、デリシキッチンです。焼肉ライスバーガーを作ります。まずサニーレタス2枚を用意したら食べやすい大きさに切ります。ボウルに温かいご飯と片栗粉大さじ1を加えてよく混ぜ合わせます。4等分に分けたらラップの上に乗せましょう。軽くおにぎりを作ったら上から軽く押して形を整えます。フライパンにごま油大さじ1を熱したら先ほどのご飯を並べて焼き目がつくまで焼きましょう。一度取り出したら残りのごま油大さじ1と牛肉の切り落とし 150g を加えて色が変わるまで炒めます。そこにお酒大さじ1と砂糖小さじ2、醤油小さじ2、豆板醤少々を加えて水分がなくなるまで炒めます。バンズの上に先ほど切ったサニーレタスと牛肉を乗せて最後にバンズで挟んだら完成です。以上、デリシキッチンでした。